移動いたしました。会場の皆様は見学しやすい位置までお集まりいただき、ぜひ応援団とともにこれから始まるはしごの会にご声援をお願いいたします。会場にははしごの会の演技に花を添えるまとい振りが行われます。これから始まる、これから始まる、ソボーデゾメのはしごのり。ジャムリンに噴したソボーサインが8番の上で見せる技、皆さん一緒に盛り上げて。皆さん、ぜひ近くにお集まりください。江戸時代に町火消しとして選ばれた者が火災の状況等を確かめ消火活動の方針を決定したのがはしごの湯の始まりと言われております。また消火活動を行うための勇気を養う訓練を兼ねていたとも言われ、防火防災一掃とともに今日まで受け継がれ、本日は座間市消防署員がアレンジし演技として行います。今年のはしご乗り3名は本所第一警備課勤続13年新築建てた佐藤隊員、勤続7年サラブレッドの長谷部隊員、勤続6年金俊の息子本田俊介であります。署員の中でも新・技・隊の全てが整っている隊員であります。見事にはしごを支えている様子が確認できるでしょうか。大規模な災害が起きた場合、協力し助け合い災害活動を行うことが必要であり、このような姿が本来の防災力であると思います。これから行われる数々の演技の技は女性消防隊によりプラカードで案内されます。どうかご覧になってください。まず初めの演技の技は一本通りと申します。はしごの頂上から火事の状況を確認する際の基本的な技で、はしごの上の引っ掛けと言われております。一本通り、よーい、サーリング
歩、この3つの呼吸が合っていないとバランスを取る危険性も高く、消防救助隊員に最も必要である隊員間の信頼関係と連携をご覧いただきます。学校学校よし おめでとうございます。
逆さ大魔術と申します。この技は柔軟性、筋力、バランス、すべてを要求される難易度の高い技です。逆さ大魔術、よーい、よーい。守ります。安全安心な方。